水曜日はプラモを作ってリフレッシュしようということでやっております、スイプラ、はい。今回は第23回目ということになりますが、今日のメニューでございます、スピラスピカさんのコメントを、この後ご紹介させていただきます、はい。それから、ガンダムベース東京1周年と、はい、いうことになりますので、まあ、ちょっとその1周年絡みのお話をしながら、はい、まあ、前半はなんとなく過ごしていきたいなと思ってまして、はい、中盤ではゆうつくもございますと、はい。で、まあ、メッキパーツの仕上げっていうのはこうやってやるといいんじゃねえのっていうようなところやなんかに触れていければなというふうに思ってます。スイプラをご覧の皆さん、せーの、こんばんは。こんばんは。俺今どっちなのかってなったもん、はい。我々スピラスピカのメジャーデビューシングル、本日2018年8月8日に無事リリースされました。うわわ、おめでとうございます。おめでたや、メジャーデビューシングルスタートダッシュのリード曲である、はい、スタートダッシュね、はいはい。この曲は現在放送中のガンダムビルドダイバーズの2クール目のエンディングテーマとなっておりますが、このスタートダッシュという曲は何度転んでも立ち上がったそこからまた新たなスタートラインを引いて走り出せばいい、そんな気持ちを作って、そんな気持ちを込めて作った曲です、はい。とても素晴らしい曲になったと思います。皆さんぜひぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。公式サイトの方も見ながらで、まあ、あの公式サイトのっていうか、まあ、あのガンダベース東京のオフィシャルサイトの方では、こういう形でイベントお知らせ情報出てるんですが、はい、今先輩の手元にあるんですけども、こちらの方の、RG の、ゴールドユニコーンが、1周年記念商品ということで、こちらのガンダムベース東京の方で販売させていただいております、はい。それから今、僕らの目の前で、はい、ちょうどやってますけどもね、はい。前回でしたっけ、そう、前回の放送の時に、放送配信の時に、そう、僕の改造ガンプラをスキャンしてもらって実際 CG で動かしてもらったやつですね。そうですね、はい。でこちらの方、ちょっとね、中学生までっていうことになっちゃうんですけども、はい、まあ、見ててもやっぱり面白いんでね、うんうんうん。こちらの方、こんなことできるようになったんだなっていうのをちょっと感じていただけるといいかなと思います。それから、おお、でかっ、はい。ねくじ引き、あ、なるほど、やります。外れなしということで、おガラポンってある意味とってもお祭りっぽいじゃないですか、はいはい。そういう意味ではね、1周年来たなっていう感じするんじゃないかなというふうに思います。ではゆうつくですけれども、塗りテクチャンネルとかの方でも色替えだとか、うん、そういうテーマで最近お送りしていらっしゃったと思うんですけど、はい、その色替えにちょっとあやかりまして、今回こんなものを作ってみました。ドン、まあ、ガンダムデスサイズのエンドレスワープルツ版なんですけれども、本来のカラーリングはこんな感じなんです。はいはい。まあ、キットでいうとこちらのキットのカラーリングを参考にして、はい、このエンドレスワープルツ版の方をカラーリングし直してみました。どんなところが変わったかと言いますと、まあ、小物からいくとシールドですね。シールドは赤い部分がセンターで、その上下が白とか、うん、はいはい。で黒は黄色なんですけど、もう全く違います。センター金色で上下赤で、なるほどなるほど、刃がシルバー。形状的に違うのはですね、この首襟元の丸いパーツ、アニメだとマシンキャノンだったので、ここの丸いパーツ穴を開けまして、テレビ版のデスサイズに寄せてみました、はい。今回の、ゆうつくのコーナーでございました。メッキの場合、ゲートカットしたところをどうやって、はい、リカバーすればいいんだろうっていうのはやっぱり言われるんですよ、うんうんうん。なるべくね、もう本当デザインナイフやなんかで、はい、ゲートだけをしっかりと落としてもらって、あとはもう本当に例えばね、マーカーでそのまんまよりは全然いいんじゃないかなというふうに思います。それからですね、
こういった模型用のフィルムね、いわゆるラビーテープでもいいんです。あ、はい、あれだとほら、金の他にいろんな色があるからさ、からそれを細切りするわけですよ。よそうするとこんな感じね。はい、わかるかな。目立たない程度のリペアはできていくんじゃないかなと思います。それから、はい、あとこれ今、ラッカー系の薄め液ね。で筆でいっぱい乗、はい、ってるしね。取れる取れる。シルバーで寄りすぎた。はい、あ、ゲ、はい、アンダーゲートだけどそこ出ますね、うん、これを筆につけてさっきのシルバー塗った上のところに乗ってあげると。乗せる。これを重ねていっていただくっていうのも一つの方法かなというふうに思います、うん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 、はい、塗料の濃度はどうしたらいいですかっていうのもすごいざっくりした質問なんで、まあ、分かる、まあ、気持ちは分かりますけどね。気持ちは分かるんです、何対何っていうのは僕全然正直言うと気にしてないんです、はい、自分が一番使いやすい濃度っていうのを、割と勘というかざっくりで言うと筆塗りの場合ラッカー系の場合ね、はい、塗料10に対して溶剤2割ぐらい目処で1回ちょっと入れてみて、でもしそれで塗りにくいなっていう感じであればさらに足してみるっていう風なやり方で、自分の適正な濃度っていうのを見つけてもらうのが多分一番だと思うんですよ。はい、はい、お、そうです。缶スプレーによる塗装が気に入っているのですが、缶スプレーでうまく陰影をつける方法というのはあるのでしょうか。基本的に缶スプレーだとやっぱり明るい色から吹いていかないと、はい、暗い色の上に乗っけていくのは結構大変なので、もうあとはもう缶スプレーの絞り具合になっちゃうのと、それからあと距離の距離で、調整するしかないんですけど、うん、それからあとは例えばクリア、はい、下地の要は濃いものとか、うん、っていうのがクリアカラーで調整できるはずなんで、それでやっていただくっていうのもありかなというふうに思います。今回のスイプラは以上とさせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。